うん、おいしい。このすっきりした感じに飲み終わった後、口の中の体温で上がることによって出てくるこのコーヒーの香りが口の中で広がる感じ、これがやっぱりアイスコーヒーの良さですよね。皆さんこんにちは、ニフコーヒーの小川です。このチャンネルではご家庭でのコーヒーライフがより豊かになるような知識や情報をお届けするチャンネルとなっております。今回はアイスコーヒーをたくさん作る時の簡単なやり方についてお話ししたいと思います。最近だんだん暑くなってまいりました。こう暑くなってくるとアイスコーヒーをよく飲む機会も増えてくると思います。そこで私が普段この夏場アイスコーヒーを入れる時にやっているやり方とか、そのアイスコーヒーの楽しみ方について解説していきたいと思います。アイスコーヒーはホットコーヒーと違って保存性が高いです。温度が低いので味の変質がゆっくりなんですね。アイスコーヒーを作って作りたても美味しいですし、作ってから1日ぐらいだったら十分美味しい状態を保たれます。まあ2日経っても飲めるなという感じなので、だいたい作ってから2日間で飲み切れるぐらいの量を一度にたくさん作ってしまって、飲みたい時にいつでも飲める状態にしているというのが私のやり方です。これをやることによって夏場本当に飲みたいなと思った時にキンキンに冷えた美味しいアイスコーヒーがいつでも飲めますので、非常に生活のクオリティが上がります。ぜひ皆さんもこの動画を見てこの夏試してみてください。それではやっていきましょう。冒頭でもお話ししましたが、アイスコーヒーは味の変質が非常に緩やかですので、まとめて作ることに非常に向いているドリンクです。今回の動画をちょっと参考にしてみて、皆さんも真似してみてください。アイスコーヒーを入れる時にももちろんコツがいくつかありますので、それを解説していきます。特に今回は作りだめということで、大量に抽出するアイスコーヒーのやり方についてお話ししていきます。まあ、解説しながらコーヒーを入れていきますので、早速コーヒーを入れていきましょう。はい、ではまず使うものを紹介していきたいと思います。まずドリッパーとサーバーについては一回り大きめのものを今回は使用します。今回はハリオの02を使いますね。で、抽出量、今回は 300cc 抽出してだいたい 600ml ぐらいできるようにアイスコーヒーを作っていこうと思います。まず濃いコーヒーを作りますので、その濃いコーヒーを入れられるサーバーの量を用意しましょう。今回は 600ml まで対応したものを使います。例えばコーヒーはいつものサーバーで作ります。で、その濃いアイスコーヒーを作って、他のこういう麦茶ポットみたいなので保管するっていう場合でしたら、大きいサーバーは必要ないですね。普通に一般的な小さいサイズのサーバーを使っていただいて、濃いコーヒーを抽出して、それで大きいポットで保存するということも可能です。これはご自宅の持っている道具に合わせてやってください。大きいものがあったらこれに直接抽出して氷を入れて、これでそのまま保管できるというので、そういう意味で便利だと思います。あと使うコーヒー豆ですね。基本的に焙煎が深いタイプのものはアイスコーヒーに相性はいいです。深入り特有のローストした香りもそうですし、キリッとした苦味も出るので、アイスコーヒーにはまず深入りは全般的に相性がいいです。それとは別に焙煎が浅いタイプのコーヒーでも香りが華やかなものだったりする、エチオピアのウォッシュト生成ナチュラ先生、あとはゲイシャという品種だったり、華やかなタイプでしたら焙煎が浅いのでも結構相性良かったりします。この相性のいいコーヒー豆を選ぶというのはとても大事なので、覚えておくといいと思います。逆に酸味がすごい強すぎるものに関しては合う合わないものを選びますので、その辺はまあいろいろ試してみていただくのもいいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。この度ニフコーヒーでは YouTube の動画の視聴者様限定でお試しセットがお得になるクーポンをご用意しました。こちらをご利用いただくとお試しセットが500円安くなります。しかも毎月500名様限定で行っている送料無料キャンペーン、こちらとも併用することができるので、お試しセットが2300円で購入することができます。さらにお試しセットは購入後ポイントが300ポイントついてきますので、実質2000円となります。今まで動画を見てて気になっているけどまだ買ったことないなとか、ニフコーヒーのコーヒーってどんなものだろう、試してみたいなと思う方は、ぜひこれを機会に我々の作る高品質なコーヒー、また作ったその日のうちに発送するので、すごく新鮮なコーヒー豆を試してみてください。クーポンの対象としてはこれから新しく会員登録される方に限定させていただいてますので、すでに会員登録されている方は対象にはなっていないので、それだけ申し訳ございません。詳しくは概要欄に書いてありますので、そちらからチェックしてください。
まずは濃いコーヒーを入れる、これが重要ですね。分量としてはこれぐらいです。この豆の量に対してこの抽出量、そして氷を入れてだいたいこれぐらい出来上がりますよというのが今表示されていると思います。今回は 600ml のサーバーがあるので、コーヒー豆は 40g、 そして 300cc 抽出して 600ml 前後仕上がるという感じで作っていきたいと思います。それではやっていきましょう。ペーパーをセットしてコーヒー豆をひいていきます。コーヒー豆をひく粗さはいつも通りタイムマーの C2 MAX の22クリックです。この辺ホットコーヒーと全く同じで大丈夫です。 40g 一度にひくことはできませんので、 20g を2回に分けてひいていきます。はい、こちらで 40g 引くことができました。 40g 引くので結構量多いです。手引きミルでもこのタイムマーの C2 MAX は引くのがめちゃくちゃ早いのでそんなに苦労はしませんが、引くのは軽いですけれども、ゆっくり引くコマンダンテとかああいうタイプになると引く時間倍になっちゃうので、言ってしまうと 80g 引くのと同じぐらい時間かかっちゃうので、結構そういうミルだとたくさん引くのには向いてないですね。あとは単純にこの 40g とか引くんでしたら電動の方がはるかに楽ちんだなと思います。はい、それでは抽出していきたいと思います。ここからは普通にホットコーヒーを入れる感覚でお湯を注いでいきますが、普通 40g のコーヒー豆を使った場合 600cc ぐらいまでコーヒーを抽出液を作りますが、今回はアイスコーヒーを作るので 300cc のところまで抽出します。ですが抽出時間はおおむね3分ぐらいで仕上げたいということで、この粉の量で 300cc までの抽出で3分程度に収まるようにお湯を注いでいくのを目標にやっていきたいと思います。ホットコーヒー同様、抽出時間が長くなると重たいきつい苦味がたくさん出てしまいますし、抽出時間が短いと成分ができらないという感じになりますので、だいたい抽出時間を目安を決めていただくといいと思います。それではいきましょう。はい、全体に行き渡るようにお湯をかけます。ついたらどんどんお湯を注いでいきますね。結構大きいドリッパーを使うと普通の01のサイズよりもお湯の落ちいいので、出慣れない方がいきなりこれどんどん入れちゃうと結構落ち早くなっちゃうので、そこは注意していただくといいと思います。もうそろそろ抽出が終わりますね。はい、こちらで抽出終了ですね。3分弱ぐらいですかね。これぐらいの抽出時間でしたらちょうどいいと思います。極端に長すぎる、極端に短すぎるっていう感じじゃなければいいのかなという感じですね。でこちらに氷を入れていくんですが、ぜひ皆さん一度この状態で少しだけ味見をしてみてください。通常のホットコーヒーでしたら 600cc まで入れるところを300で止めてますので、どれぐらい濃くなっているのかをちょこっとだけ味見しておくことで、感覚つかめてくると思います。濃いですけど意外と美味しい、そんな感じに仕上がってます。ではここに氷を入れていきます。はい、ではここに氷を入れていきたいと思います。今回はロックアイス使いますが、ご家庭でしたら製氷機で作った氷で全然十分だと思います。私もわざわざアイスコーヒーをやるためにこの氷を買ったりはしないんですが、今回は撮影の都合上ですね。氷を入れていきます。でこの氷どこまで入れるかなんですけれども、
まあ、抽出した量の倍の量ぐらいまでは氷は入れちゃっていいですね。今回は 300ml のところまで抽出したので、まあ、だいたい 600ml ぐらいのところまで氷を入れていっちゃいます。はい、これでジャスト 600ml のところまで氷を入れました。濃いホットコーヒーが300で、氷の溶石もだいたい 300ml ぐらいですね。合わせて600ぐらいになっています。で、これを混ぜて冷やしていきます。この熱々のコーヒーを一気に冷やすことによって味の変質が緩やかになって、長い時間美味しいコーヒーが楽しめます。はい、これで出来上がりですね。すぐ飲まない場合でしたら、そのままラップをしても冷蔵庫入れてしまって大丈夫ですし、例えばすぐ飲む場合でしたら、もうこのままよそっちゃいましょう。まあ、ある程度氷が入りますので、もうそのまんま飲んでいただいて、少し氷残っていますが、このまんま冷蔵庫に入れて保存していただいて全然問題ないです。濃度に必要な氷の分はもう最初に入れてあるので、すごく薄くなりすぎるってことは基本的にはないです。またこっちに注いだ時もある程度氷入っていただいた方がちょうどいいかなと思いますので、新たに氷を準備する必要もないかなと思います。ガツガツに氷を入れたところに入れていただいてもいいですし、その辺はお好みですね。あとはアイスコーヒーに関してはちょっと薄めになったとしても味のバランスが崩れにくいので、結構許容範囲広いなと私は思っています。それでは長くなりましたが試飲してみます。うん、美味しい。このすっきりした感じに、飲み終わった後口の中の体温で上がることによって出てくるこのコーヒーの香りが口の中で広がる感じ、これがやっぱりアイスコーヒーの良さですよね。まあ、これから夏を迎える日本はどんどん暑くなってきますので、冷蔵庫にもキンキンに冷えた極上のアイスコーヒーが常にあるっていうだけで日々の生活のクオリティ違うと思います。ホットコーヒーに関しては本当に入れたてが美味しいので、その時飲む分を入れてほしいんですけれども、アイスコーヒーに関しては本当にまとめて作る、でたくさん冷蔵庫にストックしとく、もう2日に1遍とか1日おきにコーヒーを入れるぐらいで全く問題ないと思いますので、ぜひ試してみてください。はい、では今回は私が夏によくやっているたくさん作るアイスコーヒーのコツ要点を解説してきました。1個補足なんですけれども、いつもコーヒーにお砂糖を入れている方というのは、コーヒーの抽出が終わったタイミングとか抽出を始めるときにお砂糖を先に加えてしまうといいと思います。あとはミルクをよく入れて飲むっていう方も多いと思います。ミルクを入れる場合は、まあ、今回紹介したレシピだとちょっと薄くなっちゃうと思います。氷を入れてちょうどいい濃度になっていて、そこに牛乳を入れちゃうのでちょっと水っぽくなっちゃいますので、氷を 300ml 加えましたけれども、氷を 100ml だけ加える、まあ、ちょこっとだけ加えるって感じですね。そうすると多分ぬるいぐらいのコーヒーになります。こんなにキンキンに冷えません。そのぬるくなったコーヒーのところに牛乳を加えてあげて、キンキンに冷えている状態ではないですけれども、冷えた牛乳が加わることによって結構温度低めになると思います。まあ、その状態で完成させてしまって冷蔵庫に入れておくっていうのもいいと思います。もう冷えたカフェオレの状態で冷やしておくという感じですね。入れたてのコーヒーでこの熱々の時間をできるだけ短くしてあげることによって味の変質は急激に遅くすることができますので、そこを意識していただくといいと思います。まあ、意外とアイスコーヒーって1時間冷蔵庫に入れといたものを飲んだ方が香りとかも落ち着いてきたりして美味しいなって感じることもありますので、その味わいの変化、香りの変化というのもちょっとずつ進んでるなっていうのは実感できると思います。まあ、その辺も意識していただくと、より楽しくアイスコーヒーと接することできるのかなと思いますので、なんか探求心が強い人とかはぜひそういうところも意識していただくといいのかもしれません。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。今回の動画が参考になったとか、ニフコーヒーを応援したいと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録や何か動画へのリクエストやコメントなどありましたら、コメント欄いただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。